塗り塗り。おい。塗り塗り。何を塗っているんだ？いきなり驚かさないでよ。悪い。何を塗っているのかと思ったんだぜ。壁に塗料を塗っているのよ。確かに、だいぶひび割れてきてるぜ。でしょ？だから塗料で強化補修しないと。どうせ塗るなら、ステルス塗料にしたらどうだわら。ステルス塗料なんてないでしょ。いや、どうやらお隣さんが開発したらしいんだぜ。お隣さんが？ああわら、しかもその塗料を塗って KF-21 ポラメをステルス戦闘機にしようとしてるんだぜわら。ありえないわ。だいたいステルスって塗料の問題じゃないでしょわら。今回はそんなお隣警告の、ステルス事情についてほじくっていくぜ。ほじくってみよう。ところで、霊夢の家ってこんな壁だったか？知らない家なのよ。知らない家の壁を塗ってたのか。今年4月に、警告のムンジェイン大統領やインドネシア国防大臣のプラボー・スビアント国防長官がある式典に参加していたのは知っているか？警告とインドネシアだから、きっと軍事系の祭典よね。当たりだぜ。KFX という K2 型戦闘機のプロトタイプ完成式典に参加していたんだぜ。KFX っていうのは、警告の主力戦闘機 KF-21 の新種？いや、まるで KF-21 の量産体制が完成したかのようだが、あくまでプロトタイプ1号機の組み立てが完了しただけなんだぜ。じゃあ、これから初飛行や評価検査をするわけね。そうだぜ。だが、このお披露目のすぐ後に機体構造が剥き出しの状態まで解体されているという中央日報からの報道が入ったんだぜ。なんで解体しちゃったの？ KAI によると、機体の点検用ドアを外しただけで、降着装置は取り外していないと反論しているんだぜ。よくわからない状況ね。ああ、事実かどうかは別にして、あれだけ大々的に発表した後に解体するとすれば、何か機体にトラブルがあったのではと思われて当然なんだぜ。理由があったんでしょうけど、普通 KAI や警告側が説明するわよね。警告大統領の都合もあるだろうが、順序がめちゃくちゃな日だったようだぜ。それで、警告のステルス塗料はどうなってるのよ？まあそう焦るな。警告のステルス塗料については、動画の中盤でお届けするんだぜ。気になるわね。ステルス塗料の前に、KF-21 をめぐるインドネシアとの不毛な争いについて説明していくぜ。確か、インドネシアと警告は手を組んでいるのよね？ああ。K-2 がインドネシアと共同開発という体で製造中の KF-21 だが、分担金の支払いで争っていたんだぜ。インドネシアが払わない、って言い出したのよねわら。そうだぜ。インドネシアは KF-21 開発のために2016年から警告に対して、インドネシア人技術者を114人派遣していたんだぜ。結構な数ね。ああ。だが昨年の3月に、新型コロナウイルスを理由に突然の撤退をしているんだぜ。いきなり？いきなりだったな。しかも、2017年後半からは経済状況の悪化を理由に分担金の支払いも滞りだし、合計7040億ウォンもの滞納をしている状態だぜ。どんだけ滞納してるのよわら。そもそも、2015年からスタートしたこの共同開発だが、インドネシア側はコロナや経済状況の悪化など、何かしらの理由をつけては、お金の支払いから逃げてきたんだぜ。でもその間にも KF-21 は、完成に向けて製造され続けていたのよね？ああ、インドネシアのジョコイドドも2018年にはムンジェイン大統領に対して分担金の減額を要求しつつも、KF-21 の開発続行と自国への納品を望み続けてきたんだぜ。インドネシアってどんだけ傲慢なのよわら。ああ、その辺は警告と良い勝負だぜわら。それで警告は分担金の減額に応じたの？その後も交渉は続いたが、国防省がプラボー・スビアント氏に代わったことや、コロナウイルスの感染拡大によって交渉決裂のままだったんだぜ。K-2も非戦度だから、お金の交渉は難しいわね。しかし、先日32人のインドネシア人技術者を警告に対して派遣するためにビザを取得する動きがあり、KF-21 の開発作業や地上及び飛行試験にインドネシア技術者が復帰すると英国のジェインズが11日付で報道しているんだぜ。急展開ね。ああ。最終的には100人を超えるインドネシア技術者を派遣するらしいんだぜ。かなりの数ね。いきなりこれだけの数の技術者を再派遣したからといって、インドネシアの分担金がチャラになったわけではないんだぜ。やっぱりムンジェインは、その辺締めてくるわよね。ああ。元はインドネシアが KF-21 の開発費の20に当たる、1兆7000億ウォンを負担して技術移転と試作機1号機を受け取り、最終的には完成した KF-21 を現地で48機製造する予定だったんだぜ。インドネシアがそんなに負担できるわけないじゃないわら。そうだぜ。お金のないインドネシアがこれだけの額を負担できないことくらい、警告はわかっていたと思うんだがな。
両国ともどういう金環状なのよわら。インドネシアは経済状況の悪化や世界情勢の変動などの複数の理由で、2017年上半期から支払うはずだった分、かつ金を滞納し続けてきたが、これを縮小しろと警告に対して交渉しているらしいんだぜ。滞納した上に、縮小しろってヤバすぎなのよわらわら。しかも、20の負担金のところを、5まで縮小するように要求しているらしく、警告との交渉は難航していたらしいんだぜ。4分の1って、もはや確信犯ねわら。だが、何らかの進展があったからこそ、インドネシア技術者の再派遣が始まったわけで、これは負担する金額の交渉がうまくいっているということかもしれないんだぜ。KF21 開発に対して、あやふやだったインドネシア側の決意が決まったのかもね。さてそれでは警告の、ステルスト量についてほじくっていくぜ。待ちきれないわ。東亜日報によると、警告3戦闘機 KF21 ポラメがステルス性能を一部備えているとの見方が強まっているんだぜ。じゃあ、ステルスもどきが出来上がるのねわら。昨年、警告内でステルス塗料の開発が完了して、パフォーマンスも申し分ないとして量産が始まっているらしいんだぜ。そうなのね。関連筋によると、警告航空宇宙産業 KAI が民間企業に委託研究を任せて電波吸収機能を備えた、RAM 塗料と呼ばれるステルス塗料が完成したらしいんだぜ。制作に関与したのが、どこも怪しいところばかりじゃないわら。本当だなわらだが、高い評価のパフォーマンスを発揮しているとして KF21 に適用する動きがあるらしいんだぜ。ところどころハゲかけの戦闘機になっちゃうわよ。その通りで、ステルス技術というのは塗料を塗れば良いという話ではないんだぜ。ステルスって、電波の反射や紫外線の放射などを利用して見えなくするのよね。ああ。他にも地球の磁気線を変形させたり、音響的飛散地、視覚的発見の抑制などをステルス技術と呼んでいるんだぜ。それなのに塗料で実現しようなんて、安っぽい構想なのよわら。ほんとだぜわら。もちろんケイクニが言うように、電波吸収機能を備えた塗料を機体に塗れば実現可能ではあるが、剥がれやすかったり常に塗らなければいけないなどの問題が生じることになるんだぜ。常時塗ってたらコストがやばそうね。ああ、ステルス戦闘機である F-22 にも RAM 塗料が塗られて入るが塗り直しが再度必要になるだろうし。ある程度形状で電波をコントロールしなければステルス性能は発揮できないはずなんだぜ。それが、世界の常識よね。ああ。だが警告はそんな常識を知ってか知らずか、こんな発言をしているんだぜ。胴体の表面に塗る塗料は、内部武装ウィンドウの赤外線放射抑制エンジンと同じでステルス機の革新技術である。当初、警告当局が塗料国内開発に乗り出したのも、海外からの技術導入が簡単ではなかったからである。警告当局が今回作った塗料は、敵のレーダーに探知される確率を大幅に減少させるものだと考えていると言っているな。バカ丸だしねわら。塗料を塗るだけじゃ、機体はレーダーからも敵の目からも消えないのよわら。まあ、多少は効果があるだろうが、それに見合う費用効果は大丈夫なんだろうか。そんなの考えてるわけないじゃないわら。他国にステルス技術がK-2にもあると自慢したいだけに見えるぜ。そう思うのよ。別の消息筋も F-35A などの第5世代戦闘機に比べればステルス性能は落ちるが、KF-16 などの既存空軍の戦闘機よりは探知される確率が大幅に下がるはずだ。KF-21 だけじゃなく、既存の戦闘機などに塗料を塗れば警告内の戦闘力が上がるとも発言しているんだぜ。どんだけ警告を過大評価してるのよわら。ほんとだなわら。 KF-16 自体は優秀な機体だが、ステルス性能を低減させる特性を持っている時点でステルス塗料を塗るのに向かないと思うしな。ほんと、ブレーキを踏みながらアクセルを踏んでる状態ね。さらに、KF-21 の半埋め込み式ミサイルに関しても、ウェポンベイの開発などで戦力増強を図っていくとしているんだぜ。ステルス塗料の次は、ウェポンベイの搭載？ああ。警告は KF-21 に、自国の全ての技術を搭載するつもりらしいな。自国のゴミ技術をすべて搭載しても墜落するだけなのよわら。それでは警告のステルス塗料についてみんなのコメントを見ていくぜ。ボロクソ言われてそうね。絶対ステルス性ないだろ。ただのグレー塗料ですわら。このネタでインドネシアの分担金交渉するつもりだな。世界が嫉妬しますねわら。警告の格安国産ステルス塗料というコメントが来てるぜ。確かにただのグレー塗料にしか見えないのよわらわらわら。世界中が警告のグレー塗料に嫉妬する構図が見えそうで、全く見ないぜわらわらわら。ムンジェイン大統領にでもグレー塗料を塗って、銅像にしちゃえばよいのよ。そうすれば少しはこの暴挙が収まるかもしれないなわら。他にも敵のレーダーに発見される確率を大幅に減少させる警告弾。誰が信用するんだわら。なんでできないことをできたっていうの？
そうしないと売れないの？ 4.5 世代戦闘機にこれだけ必死なのは、警告とインドネシアぐらいだろわら、インドネシアはどうせ裏切るよというコメントもあるぜ。やっぱり警告の性能実証試験は、信憑性例なのねわら。日本が世界に誇れる技術大国なら、ケイクには世界に誇れる粗悪品大国だからなわら。もはや誇れることが、嘘つくことばかりでどうしようもないのよわら。インドネシアといい勝負だぜ。その他には K2 が未だに完成しないのに KF21 が完成すると思っている人はいないだろう。戦闘機と戦車では雲泥の差だ。KF21 のテストパイロットは、遺言を書いてから飛行することになるだろうとも言われているぜ。ほんとよね。K2 なんて、どこ行ったのよわら。未だに開発中だからな。これでは KF21 なんてとはに無理だぜ。初飛行に生かされるテストパイロットがかわいそうだわ。警告空軍には、入隊しないように教えてあげた方がいいぜ。警告のステルスト用は、本当に実用レベルとしての性能があるのかしら？それこそ警告のみぞ知る性能だろうな。警告にこそ、ステルスト用を塗った方がいいのよ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。